では、マタイによる福音書の5章をですね、三条の水訓シリーズに入っていきますけれども、今日はイントロになります。1節と2節のみを読みます。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められたということです。三条の水訓という言葉、あるいは三条の説教という言葉ですね、聞いてですね、まあ、聖書に親しんでいる人とか、まあ、クリスチャン、キリスト者であれば、まあ、この一定の興味を持っているかと思います。そしてクリスチャンではない人でさえですね、もう本当にこの言葉をよく知っているという、例えば敵を愛しなさいとか、このですね、あとは日本語にもなっている豚に真珠、いかがですか。あれは今度の日曜日もありますよ、出てきますからね、さばいてはいけないと、その直後に出てくる言葉でありますが、本当に これほどなんですかね、キリスト教というものを超えてまでですね、このインパクトのある教えられているものはないと言っていいと思います。非常に引きつけられるわけなんですね。そして、まあ、聖書を教えているものとしては、まあ、私も魅力的に感じているんですけれども、この文脈を見ますとですね、イエス様の述べ伝えている福音ですね。でしかも御国の福音と書いてあります。神の国、天の御国の福音という中で、その中身を、まあ、こう展開しているというか、話しているのがこの三条の水訓です。で、4章の23節にイエスはガリラヤ全域をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒されたと、こう言ってるんですね。御国というのは何なのかということですけれども、この簡単に考えていただければいいと思います。支配が広がっていればそこに御国、国があります。その誰かが主権者で、その主権者の支配が広まっていればそこが国なんですね。それがこの聖書が言っている原型、まあね、今はもうあまりにもこう近代現代社会ですから、整えられた国家というものを持っていますけれども、それだけではなくて、もっともっとこう突き詰めていくと、この神が支配している、天におられる神が支配しているから天の御国と言ってもいいですし、ということなんですね。でここを読むと、イエス様はあらゆる患いと、あらゆる病とあらゆる患いを癒されているということで、ここに御国の現実が広がってきました。何かというと、イエス様は言葉だけを話した、心が和みましたということだけではない、そういう話じゃないんです。もう事実、そのもうどのようにしても治りようがない病というものを、この癒していただくことによってですね、生活が根本からひっくり返されるというかのようになって、それで、王座が変わったわけなんです。この主権者が変わったんですね。何が変わったかというと、自分が今までは生活の中で、心の中で主権者だったんですね。心の、中の王座に自分自身が、自我が座っていた、着座していたわけです。でそこからイエス様が王として、その心の王座に着座してですね、イエス様が王として支配をしていくという、これがこの御国が近づいたと、天の御国が近づいたということができます。でこのようにして御国はもうすでにあるもの、もう近づいているもの、もうやってきているものなわけなんですね。でもちろん私たちはそれと同時にですね、これから来るものであることも知っています。先ほど話しましたようにですね、イエス様が戻って来られて、そして天の御国、神、天の御心と同じようにこの地上でもしてくださる、完成された神の国がこの地上に確立するわけなんです。で、
バプテスマのヨハネがイエス様が来られる前に御国の福音を述べ伝えていた時に、天の御国が近づいたからっていう前に何て言いましたか。呼びかけは何ですか。悔い改めなさいなんですね。で、バプテスマのヨハネがヘロデ・アンティパスに捕らえられてですね、そしてもう彼が活動ができなくなった時に、イエス様がガリレアで活動を活発に福音を伝えられた時も同じ言葉を話しました。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。先ほど言ったことです。この悔い改めって何のことなのか。それは自分の心の王座が自分であった、自我であったところからイエス様に変えられるために心を開いていく行為であります。思い直すというのがその元々の意味ですけれども、まあ、しばしばも、この、三条の説教のですね、をこの礼拝、日曜礼拝でも話しているときにお話ししてますけど、悔い改めというのをね、よく間違います。これ何かというと、何か良い、自分がちゃんと行いを改めて、それで神様にその行いを受け入れていただくというふうにこう勘違いしてしまうんですね。反省って言ってもいいかもしれませんですね。勘違いしてしまいます。で、悔い改めというのはそういうものではありません。悔い改めというのは自分でも変えることが全くできない自分がいるんです。全く堕落してしまっている。全く自分は良いことを何一つ行うことができなくて、変えようもない、もう圧倒的に絶望している自分に対しての中で、それで全てをあなたにお任せしますと、私の生活を牛耳ってください、支配してくださいと、神様の憐れみのところに逃げていく。そして全部自分が変えられるに必要なものは神ご自身にあるから、私は神のところに行きますというのが、これが悔い改めになるわけなんです。で、この、ことが、この八福ですね、八つの幸いですとイエス様が言われたところの初めの方にね、出てるんですね。心の貧しいものは幸いです。悲しむものは幸いです。悔い改めをして、その結果どのように生きていくのかという悔い改めのプロセスって言ってもいいですね。この八福はですね、このような流れになって、そしてどのようにキリスト者が生きていくのかということがその後に書かれていっているわけなんですね。けれども、バプテスマのヨハネの宣教の時からすでに福音書の最後のところまでですね、イエス様が対峙している、対立しているわけではないんですけれども、非常にシビアに厳しくですね、こう取り組んでおられた、取り扱っていたのは相手は誰でしたか。パリサイ派ですね、律法学者、まあ、時にサドカイ派も来ますが、宗教指導者だったわけなんです。バプテスマのヨハネがこの悔い改めのこのバプテスマを授けて、ヨルダン川で授けていた時にですね、パリサイ派やサドカイ派がエルサレムからやってきた話が書いてありますけれども、第一世がですね、なんとマムシの子孫たち、誰が迫り来る怒りを免れるように、逃れるように教えたのかと。すごいね、挑発的っていうふうに日本語では読んでしまいますけれども、まあ真理を語っています。なんでそのような叱責を受けていったのか、このパリサイ派の人たちがですね、見てください、この福音書ってもうドロドロではないですけども、なんていうかな、もうイエス様とあとこのパリサイ派の確執って言ってもいいですよ。それで3分の2ぐらい埋まってるっていうか、半分ぐらい埋まってるじゃないですか。つまりパリサイ派の中に、この宗教指導者の教えの中にですね、その福音に、この御国の福音に真っ向から対立する要素を持ってるんですね。この絶対に譲れない、この完全に対立している要素を持っているがゆえにですね、このような激しいやり取りが繰り広げられているわけなんです。で、
主に2つのことを取り上げることができると思います。1つは自己義認ですね、あるいは自己実現と言ってもいいかもしれませんけれども、この宗教にありがちなものですね、福音というのは神がキリストにあってしておられることに自分がそれを合わせていくこと、そこに任せていくこと、恵みなんですよね。ところが、これをですね、キリスト者といえどもですね、この自分が切磋琢磨してこれを磨き上げていって、そしてこの何ですか、クリスチャン生活もそうだし、あと教会生活でもこの奉仕をするでも、このいろんなことを自分がこれを行っていくことによって、この神様に受け入れられていこうというこのやり方ですね。でこれどうなるかっていうと、自分の領域が増えていくんですよ、うん、だから自分の心の中でもそうだし、あとはもっと外側に出ていくと、自分のこの領域が増えていくんです。というのはというと、自分の国が広がっていってるんですよ、うん、神の国じゃなくてです、ね、自分の国が広がっちゃうんです。でこれ美しく見えるんです。で次の2つ目の問題が外側の行いなんです。でこれはね、外側に行いが出ていかなければ当然いけないわけですけれども、うん、そうじゃなくて、ここでこの人に見える形で、人にはよく見える、他の人には何ですかね、いやこの人は立派なクリスチャンですよと、もう誰の身にも明らかなように見えて、イエスも何て言われました、23章に書いて白く塗った墓って、中は骨でいっぱいだってね、これ本当にイエス様って強烈ね、私たちのね、いわゆるね、骨とは違うんですよ、死体っていうのは汚れてますからね。で少しでも触れないようにね、このパリサイ派の人たちはすごい気をつけて歩いてるんだけど、あなたたちの内側は骨だらけだって言った時にはもう汚れまくってるよっていうことをね、この言っているわけなんですけれども、そのように外側のこの行い、あるいは形だけって言ってもいいですね、形式かって言ってもいいかもしれません。だから三条の水訓を学ぶということはですね、教会が刷新していくということを言うことができると思います。教会はいつも緊張状態の危機の中にあります、うん、まあ、日本の文化の中ではこの危機っていうことを言うとタブー視されますからね。でも常にこの日本の国だとそうでしょ、この北朝鮮からのミサイルがあるとか、うん、中国のこのねあるとか、いろんなそういう意味だけじゃなくて経済的な危機もあるし、社会今少子化でね、そういうのはあるけれども、なんか何事もなかったかのように、いやむしろなんか違うものでなんか騒いでたりねするじゃないですか。でもね、危機意識を持つっていうのはすごく健全なんです。私たちを健康にします。どういう危機かと言いますと、教会活動が形式化して、その活動をしていればいいっていう、こう、なんですかね、表だったもの、あとは表面的になってくる。この中身の薄いもの。だから教えもそうだし、祈りもそうだし、交わりもそうだし、伝道もそうだし、この、ともすると、表面的なもので終わっていく。あるいは、活発に見えるかもしれないけれども、先ほど話しましたように自分を満足させている、自己実現とか自分のためのものになっていくという、こう危機があるんですね。でこれも福音に真っ向から対立するわけなんですですね。だから教会の危機管理、敵から私たちが安全に守られていくためのですね、この危機意識というのは、この持つことができます。でもう一度言います、危機という意識を持つというのは非常に健全な行為です。御国が、天の御国が近づきましたって書いてあるのは、つまり敵陣に神が戦争を仕掛けているってことなんです。敵陣に神が戦争をしているわけなんです。攻め入っているんです。そういう言葉出てくるでしょ、後になったら出てきます。攻め入っているんですね。なので、いつでもそういう敵からの、この反撃を、この受けるのは当然
のことなんですね。悪いことじゃ全然ない。むしろ私たちがこれを目を開いて目を覚まして取り組んでいくということはとても良いことで、神様の御心であります。で、今ですね、弟子たちがイエス様の教えをここで聞いている人たちが身元に弟子たちが来たってこう言ってるんですね。だから群衆も来てるんですけれども、やっぱイエス様の主眼はご自身が言われていることを行っていることですね。でこれをもう身近で聞き一緒に生活をしている、そしてこの方は主であるとこの認めている人たちの中でこのイエス様がお語りになっているわけなんです。そしてこの弟子たちと親密な交わりをイエス様が持っていかれてですね、十字架につけられるこの直前の夜ですねに、結局イエス様が何をしたかったか、何をしておられたかということをお話になりました。覚えてますか？ヨハネの13章1節で、世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛されたとあります。その後には謝罪をされて、そして弟子たちに互いに使い合いなさいと言って、新しい戒めは、私はあなた方に新しい戒めを与えます、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。神を愛して互いに愛し合うこと、これが弟子たちに与えられた戒めなので、結局簡単に話すと15章から7章というのは愛しましょう、うん、愛しましょう、神を愛し、そして互いに愛す、この具体的な教えがどういうものなのかが書かれています。そして御国の福音、この三条の水訓に書かれているような教えというのはですね、このよく誤解をされます。それは何かといったら、この立法のように見ていく、規則のように見ていくんですね。けれども、そうではなくて、恵みによっては恵みに満ちているっていう、この非常に誤解されやすい箇所なんですよ、ここって。でこれ恵みによって、この見ていく必要があります。山の上からイエス様が語られたっていう時に、すごく私はっていうか、多くのね仲介者もそうですけれども、面白いなって思うんです。山から主の教えが出ていくっていう言葉がね、イザヤ書にも書いてあります。山というのが他にも象徴的にこの王を指す場合もあるんですね。この権威とか力っていうのを指す場合もあるわけです、そして山に、結局シオン山に神殿ができるっていうね、この幻もあるわけで、そこに神がおられて権威を持って教えをし、その教えに基づいてこの世界中がその教えに満たされていくっていうですね、こういうイメージですね。でこれが象徴的っていうよりも実際にも歴史的にも起こったわけですけれども、起こったのがこのエジプトにある市内の荒野にあるホレブ山ですね、シナイ山とも言われています。そこで神が天から降りてきて、稲妻とかですね、黒雲とかですね、この角笛とかうわーってなってですね、そして神の言葉を語られて、ご自分の声を出されて、それに基づいてイスラエルの民が生きていくようにされて、祭司の王国と書いてますけれども、彼らを通して神を知っていくことができるように、その諸国の民がですね、でそのようなこの山の上で神様がお語りになられたと。でイエス様も今ガリラヤの山に上がって、ガリラヤにあるこの山腹のところにこう行かれているわけなんですよ。イエス様が語られるのも今度イエス様のが中心になった、この神の国ですね、これが広がっていくべくですね、このイエス様が、このお語りになっているわけなんです。ただ、モーセの場合は立法でした。イエス様の場合は恵みと誠だったんですね。このヨハネの1章の17節で、立法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。モーセによって律法を与えられましたが、その律法が
本当に意味しているところが実現していく。神様の恵み、誠があって、その律法にあるものも実現されていくと。ですね。で、これがイエス様によってできたんだと。だから、この三条の水訓がですね、例えば、6章の14節で、もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいますって書いてあるんです。もし人の過ちを許すなら、天にいる父もあなた方の過ちを許してくださいますって。じゃあ天国に行く方法は人を許すことなんだ。ね、行いによる救いになっちゃうじゃないですか。それまで許されなくてね、神様からお前の罪許せない許せない許せないって言われて、そして分かりました、じゃあ他の人の罪を許していきます許していきますよとか言ってやったら、あいいよいいよじゃあ許してあげるって、それも読んだらそういうふうに聞こえますよね。でもそうではないわけなんです。もうすでに神の許しと恵みの中にあって、受け入れられている者たちが同じ許しの中に生きていかなければならない。その同じ許しの中に生きていくことによって、神の恵みの深さとか豊かさを、その神に従順になることによって味わっていく、もっとそれを受け継いでいくことができるようになるという意味で、イエス様はお語りになっているわけなんです。イエス様が、この自分で山に登ったっていうのもね、いいなと思うんですよ。山に上がられたでしょ。でもシナイ山では降りてきただけですね、神様はね。でもイエス様もそこまで降りてらっしゃるんですよ。そしてイスラエルの民はシナイ山に近づくことができませんでした。今どうですか、イエス様の方から弟子たちに近づいてきなさいと言われたんです。嬉しいですね。いつも恵みなんですよ、いつも恵みなんですよ。まあ、よく私も忘れます。自分に対してもそうだし、他の人に対してもそうですね。まずは引き寄せてくださいます。それから戒めを与え教えてくださる。そしてその恵みの話なんですけれども、三条の水訓を学ぶにあたってですね、いろんな点を押さえておかなきゃいけません。一つはイエス様が死んでくださったからこそ、この三条の水訓にある教えに聞き従うことができるよということです。テトスの2章の14節に、キリストは私たちを全ての不法から贖い出し、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるため、私たちのためにご自身を捧げられたのです。イエス様がご自身を捧げられたがゆえにですね、十字架にかかって死んでくださったからこそですね、良い技に熱心になることができます。このマタイの福音書に、三条の水訓に書かれている良い技がたくさんありますけれども、これはイエス様が死んでくださったからこそ、その罪の根っこが取り除かれたものが、その全部その律法の要求しているものが、このイエス様の十字架で満たされたからこそですね、この良い技を行っていくことができると。そして次にですね、二つ目の要素は聖霊の力です。自分がいかに良い行いをしていくにあたって無力であるかということを悟っているということです。自分は十字架につけられているとパウロが言いました。自分はもう何もできない、私ができるのは求めることなんだと。そして神から与えられた、まずは御霊によって新生することですね。この神の霊によって新しく生まれることですけれども、新しい性質が与えられて、そして、神のなされることをですね、この行っていこうとするときに、それが聖霊の力によってですね、行うことが初めてできるわけなんです。で、今までもいろんな方々とですね、この話で本当にこう涙を流すぐらいこう嬉しいことがあるんですよね。で、何が嬉しいかというとね、今までこのイエス様がこういうふうに言っていたのにできなかった、例えば人を許せなかった、でもイエス様が言われてるんだから降参した、降参してね、
許してみました。そしたらその力が与えられました。許せたんだ。でもそこに至るまではもうもがくわけですよ。自分との戦いです。自分と取り組んでるわけですよね。誰が敵かって自分が敵なんですよね。それで精霊の力によってそれを行うことができるというですね、こういう精霊の力が必要です。そして今度霊的な祝福につながります。幸いですってイエス様言われました。このイエス様が言われていることを行っていくということはですね、本当に周囲の状況、また自分は全く状況とか環境とか関係も変わってないかもしれないけれども、本当内的な世界というのは変わっていくというですね。エペソの1章の13節に、神はキリストによって天上にある全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと、この祝福を本当に自分のものとして味わっていくことができます。最後に、この今ずっと恵みの話してるんですね。三条の水君は最終的に証の力となります。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。その私たちが外側の行いをなんかそれなりにこう振る舞ったとしても、愛がなければすぐに今の言葉で言うとフェイクが分かります。で、意外にクリスチャンの間はごまかせるんですよね。こういろいろとこう話ってね、用語を選べばいろいろ話せるんですよ。でもクリスチャンでない人は正直です。いや、よく見てくれています。よく見てくれています。で、本当に聖霊の力によってこの愛がある、その行っている実際に、その中で、あ、本物だ、それを認めてくれる。で、これもまた僕やっぱそのある人からね、こう聞いて、クリスチャンじゃない、ね、自分の近しい人がこういうふうに言ってたんだって話を聞いた時に、すごく嬉しくなる時なんですね。で、励まします。クリスチャンじゃないその人が言ってたんだったら本物だって。このように証を立てていくということですね。で、まあ、先ほどから話してますけれども、この三条の水君というのが、この大きな誤解をこう受けやすい箇所なんですけれども、なんで誤解を受けるかというとですね、こうつまみ食いをしてしまっているからなんですね。つまみ食い、そのある箇所を取って、そのイエス様が教えられている全体をこの見ずしてですね、ある箇所だけ取って拾い上げて、この話していってるので、こう拾いやすいんですよ、いろんな言葉が。で、こう話していってるのでね。だけども、イエス様、この前ちょうどイースターの時に、日曜日の時にお話ししましたが、弟子たち2人に話しましたね。預言者たちの言ったことの全てを信じられない者たちとイエス様は戒めたんですね。全てを、だから一部ではなくて、一部しかこの考えてなくて、それを信じていくっていうところに問題があったんですね。全てだ、全体の枠組みの中で、じゃあイエス様がここで何を言われているのかっていうことをこう解釈していくという、全体の調和の中で話していくということなんです。だからこの今これから見ていく、この5章から見ていくものっていうのはですね、最初に何が語られているかすごく大事で、先ほどから言っている8つの幸い、八福ですね。で、これがあって他のものがついてくるわけですよ。だから心の貧しいものは幸いですという、何も自分にはできないんだというものがあって他のものが、はい、続いてくるんですね。で、多くの人たちの誤解が主に2つあります。1つは間違ったところに適応している、その教えを。で、もう1つは本当に適応しなきゃいけない、正しいところに適応していきたいって、正反対なんだけど。で、一つ目の間違ったところ、誤ったところに適応しているっていうのが、すごく代表的な教えがあってね、社会的福音と呼ばれます。英語だとソーシャルゴスペルっていうんだけど、社会的な福音っていうのは一体何かっていうと、社会に対してこのイエス様の教えを当てはめていくという考えなんです。
例えば貧困対策のためにこの政府に働きかけていくとかですね、あとは敵を愛しなさいと、あと右の手が、右の方が打たれたら左の方も向けなさいとかっていうところを使って国の政策に対して国防ですね、あるいは警察ですね、そういう武力をこれに反対していく、この反政府的な運動をしているのもクリスチャンの中にいるんですね。で、なんでそんなことをするのかというと、根っこにはこのイエス様の教えがあるからなんです。その敵を愛しなさいとかね、歯向かってはいけないとか、歯には歯ってはあってはいけないとかね、でそのように言うわけですね。あと死刑反対もそうかな。今ね、死刑反対のね、あれはちょっとまたちょっと置いといてね、それ言っちゃったらまたなんか話がずれていきますので、でもそれも根拠が殺してはいけないってところになるんですね。で、こういう時に何が一番問題か分かります？誰にイエス様話してますか？弟子に話してるんですよ。もうイエス様を信じていて、イエス様に従おうと努力している人たちに話されてるんです。今官邸見てください。安倍さんいらっしゃいます。安倍首相が、もちろん彼がクリスチャンになってほしいと強く願って僕も祈ってます。昭恵さんもいるし、昭恵さん結構ね、親戚にあれですね、有名な森永のね、伝道者だった方、森永聖火を始めた方ですね、親戚ですけれども、ずっと上の代ですね。キリスト教とは無縁ではないですね、彼女は。けれども、それ今ちょっと話ずれちゃったんだけど、クリスチャンじゃないんですよ。警察もクリスチャンじゃないんですよ。で、しかも弟子じゃないんですよ。ね。当てはめてどうするのなんです。で、これ個人的に実はやってしまうんです。英語だと モラリズムって言うんだけど、この、福音をね、道徳にしてしまう時があります。自分に語られてるんですよ、これは。イエス様から。にもかかわらず、近くにいるクリスチャンじゃない人に、それを話していってしまうんです。当てはめていってしまうんです。イエス様信じないで、例えば偶像、それ仏像をちょっとやめてよとかって、自分がクリスチャンだからこれをできませんっていうのはそれもちろんいいんですよ。自分に対して話してるからね。けれども、あなたこれやっちゃいけないよとか、ね、これやっちゃいけないよとか、あれやね、これ私は教会でこれ勉強したんだからとかって言って。まずイエス様は自分その人の心にいないわけなんですよ。でこれをやってしまいがちなんです。だからこれでっかい話で、このキリスト教会の中でも大きな間違いがあって、政府に対して反対声明というのを出すわけですよ、ね、これ原発の問題であるとか、なんかこの今のなんだっけ、今の集団的自衛権の問題であるとかね、でこれはこれにここ反してますからとかって聖書の言葉しょっちゅう使ってね、もう剣を背に収めなさいというところとか使ってこうやるんですよ、本当に。で、まあ、そういう人がいてもいいかもしれないけども、もう言いたいのは、その中にいる人たちのために取り出して、うん、個人的にもね、知り合いになってね、誰か使わされてね、そして本当に祈ってるよ、助けてるよって愛を示してって、そして最終的にイエス様を伝えられるようにするのが私たちの役目なわけでしょ。ダニエルのように、ネブカネザーに対してね。でちょっと話はずれましたけれども、これがそのどこに語られているかが間違ったです。で今度は逆で、本当に語られなければいけない人を素通りしてしまう。でこれがね、ディスペンセーションというこの神学体系があるんですね。でこれ何かというと、ディスペンセーションといってもいろんなこの何ていうのかな、広がりがあるの である意味で私がこの教えているっていうのは、僕の神学っていうか、この聖書的な読み方の立場にディスペンセーションの影響もあります。例えばイスラエルはイスラエル、教会は教会で、これはイスラエルに対してもこの実現していくんだ、でそうじゃないと、これは教会なんだと、イスラエルはもう関係ないって、こういうこの神学の違いがあるんですね。でディスペンセーションというのは、この教会とイスラエルを分けるっていう、そういうのがあります。ちょっと難しい話なんだけど、ちょっとそれは置いといてね。でそれが勢い余ってどうなっていくかというとですね、5章から7章は
まだ立法の時代で、モーセの立法が働いているから、それがイエス様十字架につけられて、立法がもう有効ではなくなって、そしてですね、そしてこの教会が始まったから、ここはクリスチャンには当てはまらないっていう教えがあるんです。軽減な顔をしてくれたので私は逆に嬉しいです。はじゃないですか。で、僕反論があるんです。すっごい簡単な反論です。マタイがこれを書いた時に誰が読者だったの？イエス様が蘇られて、聖霊が与えられて、教会があって、まあ、10年20年30年経った後にマタイ書いてるわけですよ。誰に書いてるの？教会に書いてるんですよ。ね、もうこれで今のは終わり。で、そのように両極端があるんですね。だから本当に何を言いたいかというとね、そのように誤解されてしまうような要素がたくさんあるので、それをね、じっくり掘り起こしていきたいんですよ。で、そこを注意深く、ここはこういうことだからこうなんだよねって、だから全体を見て、一体これは何を言わんとしてるのかと。例えば、情欲を持ってね、手を、なんだっけ、女を見た者がね、この目を、右の目をえぐり出しなさいと、そして、地獄に落ちるよりはマシだとか、なんだか書いてあるでしょ、全身が。文字通りやったらどうなります？まあ、男性のほとんどが、1日、いや数時間後に両目なくすでしょ。女性もそうかもしれない。ね、で、あとはね、右目取り出しても左に残ってるんですよ。うん、だから、文字通り規則のように取ってったら意味がない。あとね、誓ってはならないって言葉があって、あれで結婚式に誓約持ちませんとかっていう人もいるんですよ。でも文脈を読んでったら、はいははい、いいはいいえって、誓うことの真意をイエス様が最後に話した。だからと最後まで聞かなきゃいけない、ね、でそれで初めて意味が分かってくるわけなんです。だからこうやってもつまみ食いで、こうなんかいろんなことやって混乱してる、で変なんか訳のわからない変な解釈をして振りかざしてしまう、というものであります。で、イエス様は非常に、この雄弁な教師だと思います。この5章を読むときはですね、一気に読んでみるのがいいですね。この空気を感じてほしい、躍動感を感じてほしい。イエス様も本当に分かりやすく、なんかある意味で子供に語っているかのようにですね、この教えておられるわけなんですね。で、まずはこうしなさいということをバシッと言うんですね、イエス様は。それからそれの例えを話していきますですね。そういう言い方します。例えば、なんだっけ、裁いてはいけません、この日曜日にね、学びますけれども、裁いてはいけないと言ったら、次に何ですか？あなたがね、兄弟のね、この目の治療を取ろうとしたら、あなたの目の前に針、材木が置いてますよって書いててね、すっごい極端だけど分かりやすいじゃないですか。お前こういう悪いとこあるからね、ああいう欠点があるからねって言ったらさ、もっとでっかい欠点がさ、ポーンってでっかくなって全然見えてないよって、すっごい分かりやすい例えをしてるんですよね。で、これまず取ってから治療取りなさい、ね。で、こういうふうにこの原則を話し、その後でこの例えを話していくっていう、この語りかけをして、で、あと全体の構成を今ね、ざーっと流れを見ていきますね。八福からもちろん始まります。この御国がどういう者たちのものなのかですね。で、これは3節から12節までで、で、今度御国がどういうものかっていうことを語っておられる中で、イエス様がですね、どういう状態の人が幸いなのかというのを語っている中で、今度世との接触が出てくるんですね。衝突が起こって最後に、迫害されるものは幸いですとなりますけれども、このことの御国の中で、この人々 この幸いな人たちがいる中で、世の光になって地の塩になるっていう、この世との関係の話が始まったんです。で、これで一区切りがあります。で、次に、今度は17節から、このパリサイ派とか立法学者が、いわゆるユダヤ人の中では義として認定されていた、選定されていたというか、もうそれが正しい基準ですっていうふうにされていたものに対して、イエス様が神の国にある義をですね、対比させながらお語りになっているのが、この残りの5章の部分なんです。
それで、この代表的な殺してはならないとか勧誘してはならないとか偽りの証言をしてはならないとかそういうものを取り上げていかれるわけなんですね。そして次に、今度は、ユダヤ人の中にあった、この何て言うかな問題って言ったらいいかな、それはね異邦人との戦いの中で神の国を勝ち取っていくんです。当時はローマですよね。この敵に対して敵対して戦わなければいけないということに対してイエス様はその全く逆のことを言われた。敵を愛しなさいと。そういう流れを持っていきます。そして6章に入ると今度はこのユダヤ人だけどね、クリスチャンに当てはめてもいいんですけども、その神様に献身していく、いわゆる神様に仕えていってるっていう行為を代表的なものをね、ユダヤ人の中でやってる代表的なものを取り上げて、それで人目に見えるようにそれやってはいけないって話をするんです。ですね。そして何だっけ、善行施しをするっていうことと、祈るですね。それから断食ですね。でこれをお語りになって、その時にその度に父なる神との関係交わりの中でこれらのことを行っていきなさいと、人に見せるためではなくって話をされます。でその後半、6章の後半が今度は再び世に対して世にある財産ですね。私たちは毎日生活しています。経済がありますですね。家計があります。でその中でどのようにこの世の富に対して対処、その対応していく、それと付き合いをどうしていくのかということで、思い煩ってはいけないですね、心配してはいけないという話が出てくるわけですよ。で7章は何かというと、この7章はですね、日曜日にも重なっちゃうんですが、7章はこの終わりに差し掛かってくるので、今度は神が裁かれるって話をしていきます。評価を受けるということです。私たちのこのいつもこの神様に仕えているその生活について評価を受けていって、その裁くということについて、このまずは裁いてはいけないという話をしていてですね、最終的にこのどのようにイエス様から受け入れられるのかと、偽預言者はいろんな活動をしてたけれども、結局受け入れられてないと、けれども受け入れられるものというのはしっかりとこの御言葉を聞いて行っていくものであるとですね、っていう結論にまで入っていくわけなんですね。こういう流れになっていきます。皆さん分かっていただけたかな。2節、イントロだけでこれだけ時間かかるんですね。なので日曜日に話しきれないというのは分かっていましたので、水曜日にできることを幸いに思います。でお祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。このようにして、イントロダクションを話させていただきました。主よ、教会が本当にこの御言葉の訓練によってしっかりと整えられて、そして私たちがあなたの御心にかなった、この共同体として作り変えられていけますように祝福をお与えください。お願いいたします。そして本当にあなたが、今の終わりの時になされたいと思っているところに私たちが目を覚まして、ここで行うべき使命を果たしていくことができますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。